飲み会で誰もが一度は財布を紛失した経験があると思います。必ず飲み会をしたからといって財布をなくしてしまうわけではありませんが、財布を紛失するのは焦るし恥ずかしいことです。特に日本で財布をなくしてしまう場合、 80% ほどは財布が返ってくるか見つかることがほとんどです。今日ご紹介するお便りは、日本で財布をなくしてしまったアメリカ女子大生の経験談です。友人と日本を訪れた彼女は、日本のクラブで楽しい時間を過ごしていたところ、財布をなくし心が折れて涙を流したそうです。財布の中には現金とカード、重要なものが全部入っていて途方に暮れてしまいました。しかししばらくすると驚くべき経験をすることになったそうです。果たしてこの女子大生にはどんなことがあったのか、もう少し詳しくお便りを見ていきましょう。こんにちは。私はアメリカのネバダ州の公立大学に通っているアマンダです。今は長期休暇中で4ヶ月間の長い自由時間ができました。実は休み期間の方が忙しいです。休み期間の追加授業、アルバイト、インターンシップ、旅行、英語の勉強、資格取得、やりたいこと、やるべきことがあまりにも多いからです。そのため夏休みは短すぎるように感じます。実際学生たちにとって長い夏休みはアルバイトでお金を稼ぎ、次の学期の学費を貯める重要な時間でもあります。私は2つのアルバイトをしましたが、1つは食料品店でレジ係、もう1つはイタリアン食堂でホールの店員です。こんなに一生懸命働くのは学費のためでもありますが、実は日本旅行に行くためでした。私が日本を初めて知ったのは日本のアイドルがきっかけです。友人が YouTube で偶然日本の歌手のミュージックビデオを見るように言ったのがアイドル沼の始まりでした。日本のアイドルの華麗なルックスと安定した実力、優れたダンスの腕前と洗練されたミュージックビデオの演出、あらゆる面で私を魅了しました。私は日本のアイドル、ファンタスティックスフロムエグザイルトライブの歌を寝る前に無限にリピートして聴いて一緒に歌えるくらいになりました。日本の歌手たちに興味を持ち始めると、次は日本の文化と歴史についても興味を持つようになりました。それに日本料理まで直接味わってみたくて、一人で和食レストランに訪れたこともありました。最初は慣れない香りと調理法のせいで簡単に挑戦できませんでしたが、食べてみたら私の口にぴったり合いました。真心のこもった日本料理は、味なら味、ビジュアルならビジュアル、世界のどの国の料理と比べても遜色がありませんでした。それに和食は野菜がたくさん入っている方なので健康にもとても良いことで有名ですからね。何よりも日本食には彼らだけの歴史や文化、ストーリーが込められていました。そういうところがとても不思議でもあり羨ましかったです。日本食にハマって私はしゃぶしゃぶマニアになってしまいました。私は興味だけで終わらせず、直接日本に旅行を行って経験してみたいと思いました。そうして既存のアルバイトだけでなく、もう一つ仕事を始めてお小遣いを集めて旅費を貯めることに成功しました。あれほど願っていた日本に行けると思うと眠れないほどワクワクしました。私は友人の一人と一緒にすぐに日本行きの飛行機に乗りました。他の友人は私たちをとても羨ましがっていました。自分たちも時間と条件が合えばついていきたいが、飛行機代が私たちのような学生たちには負担でした。長時間のフライトを終え飛んでやっと成田空港に着いた時、私は心臓が張り裂けるほど早く動いているのを感じました。そして飛行機から降りる前に、私は財布に最小限の現金だけを入れておき、残りはポケットの中に入れました。海外に行く時にする私の習慣の一つでした。もちろん日本は治安が良く安全な国だということをよく聞いていましたが、いざという時のためです。日本の到着時間は夜10時、遅く着いた分、友人と私が一番先に訪ねたところは渋谷でした。渋谷は日本の若者はもちろん外国人がたくさん集まる人気スポットだと聞きましたが、思ったよりずっと華やかなところでした。綺麗でかっこいい日本の若者たちはもちろん、
外国人も本当に多かったです。友人と私は渋谷のあるクラブに入り、そこで大きな音の音楽にどっぷり酔ってストレスを解消しようと叫びました。クラブ内部は本当に大きくて広かったのですが、それだけものすごい人でいっぱいで、まともに動くことさえできませんでした。注文をするためにカウンターの前に立っている人も非常に多く、飲み物を受け取るためには1時間以上待たなければなりませんでした。しかし日本でのこんな経験は初めてなので、とても興奮しました。友人と私は音楽と暗い照明に身を任せたまま日本の夜を楽しみました。各国から集まった若者たちの顔が照明で輝いていました。そうやって遊んでいたら、時間はいつの間にか朝方4時でした。私と友人は宿に帰るためにクラブを出ましたが、片方の方がなんだか寂しい感じだったんです。友人が、あなたカバンはどうしたのと聞かなかったら、私はその時までも気づかなかったと思います。なぜなら少し酔いが回っていたからです。友人の問いに、私はその時やっと気がつき、カバンをなくしたみたいと叫びました。実はその時までは、私はクラブの中のにぎわいのどさくさ紛れて誰かがスリをしたのだと思っていました。カバンの紐を誰かが切って盗んでいったと思ったのです。カバンの中にはパスポートや財布、ポーチなど私の命ほど重要なものがたくさん入っていました。しかしそれを丸ごとなくしたと思うと、急に涙が出ました。友人も慌てた様子でした。どうしよう、警察に通報すべき。しかしその話がちょっと現実的ではなく感じられました。実はアメリカの場合、カバンをなくしても探してくれません。それはなくした人のせいだけでなく、あっという間に誰かが盗んでしまいますからね。私は急に自分が情けなく感じ、イライラしてしまいました。私のせいで戸惑う友人にも本当に申し訳なかったです。しかしカバンをなくしたまま他のところに行くには不可能でした。カバンの中にはパスポートまで入っていましたから、どうして旅行初日からこんなことが起こるんだろうと自然とため息が出ました。パスポートを再発行してもらって、いろいろな手続きをしてもらうことを考えると頭が痛くなりました。私が泣いていると、急に20代前半の日本人女性たちが私に近づいてきました。彼女らの一人が流暢な英語で私に尋ねました。こんにちは、大丈夫ですか、どうかされましたか。私は涙を拭いながら、クラブの中でカバンをなくしたようだと話しました。すると日本人女性たちは何か分かったようにうなずきました。そしてしばらくして彼女らは黙ってクラブの中に入りました。その時までは私は絶望の沼でもがいていました。いくら日本だとしても、こんなに賑やかな場所では私のカバンが見つかるとは思わなかったからです。ところがこの後、日本人女性たちが私の前にカバンを一つ渡しながら話し始めました。もしかしてなくしたのはこのカバンですか。驚くべきことに、目の前にあるのは本当に私のカバンでした。どう見ても私がアメリカから持ってきたカバンで間違いありませんでした。私と友人はとても驚いて何も言えませんでした。私が慌てていると日本人女性が言いました。すぐに見つかってよかったです。誰かがこのカバンを踏みそうだったので、クラブのカウンターに預けておいたんです。その話を聞いて、私は酒が完全に酔いが冷めてしまいました。カバンが踏まれるかと思ってカウンターに預けておいたって、物を全部盗むんじゃなくて、こんなことがありえる。私がぼーっとしていると、日本人女性はそれでも一応念のためなくしたものがないか見てみましょうと言いました。彼女の言う通り、友達と私はカバンを隅々まで調べました。しかし本当に消えたものが一つもありませんでした。しかも口紅もちゃんとありました。その時になってようやく私は安堵しました。そして私がどこの国に来ているのかを実感するようになりました。私は喜んで私を助けてくれた日本人女性たちに何度もお礼の挨拶をしました。そしてこの恩をどう返せばいいのかわからないと言いました。すると彼らは激しく遠慮し、もうなくさないように気をつけてと教えてくれました。何の代価も望まずに、初
初めて会った外国人を助けてくれるなんて、本当にありがたくて親切な人たちでした。その翌日、私はカバンを見つけた安堵感のおかげで、日本旅行の2回目のスタートを幸せに始めることができました。清水寺に行って、着物を着て写真を撮り、紅葉も見ながら、美しい風景も存分に鑑賞しました。京都は本当に美しい都市でした。自然景観から文化、食べ物、ショッピングまで、全てが多様で豊かでした。しかし、一番美しかったのは、まさに日本人の人間性と、彼らの正直さでした。皆さんは、クラブの中で、カバンがそのまま見つかったという話が信じられますか？そんなミラクルは、まさに日本でしか起きないものです。私は最近、友人に日本で会ったことを伝えるのに、少し忙しいです。私の話を聞いた友人は、みんな日本に行きたいと大騒ぎです。きっと、皆さんも日本旅行をすれば、日本の魅力にすっかりハマると思います。アマンダは、日本のクラブでカバンをなくして絶望し、日本人女性の配慮と親切のおかげで、すぐにカバンを見つけることができました。彼女のお便りを通じて、日本がいかに安全で、人間味あふれる国であるかを、改めて実感できますね。実際に日本で勉強している53カ国783人の外国人留学生を対象にしたアンケート調査の結果によると、日本に住み続けたいと答えた外国人は 87.9% で高い割合を占めていました。日本人はあまりにも普通すぎて、あまり面白みを感じないという部分が外国人留学生には長所として捉えられた結果でした。それでは、外国人が日本に住み続けたい理由にはどんなものがあったのか、一緒に調べてみましょう。外国人は最も顕著な日本の利点として、安全な治安を挙げました。日本は時間の制約なしに楽しむ娯楽が多様で、繁華街に出ると深夜まで営業している食堂、居酒屋を簡単に見つけることができるからです。同時に外国人は、日本の繁華街は夜遅い時間に歩き回ってもそれほど危険ではないと言いました。全ての建物ごとに明かりが明るく灯っていて、街にパトカーもたくさんあり、安全に感じられると明らかにしました。このように夜の文化が発達していながらも、治安の良い国は全世界で日本がほぼ唯一のようだと口を揃えました。実際、深夜や早朝まで安心して路上を歩き回れる国はほとんど見つかりません。アメリカやヨーロッパ、中国、インドなどの国では、いつもスリに遭うのではないかと心配しなければならない反面、日本ではそのような心配をしなくてもいいので、落ち着いて暮らせるそうです。日本人の親切さに感動したという外国人も多かったです。実際、日本人は知らない外国人が道を尋ねる場合にも詳しく答えてくれることで有名ですよね。また、どんなお店に入っても親切なアルバイトやスタッフのサービスのおかげで、日本人に良い印象を抱くようになったという人も多いです。周りに言わなくても困っている人たちを助けてくれる優しい人や友人が多く、日本に定住しようとする外国人がますます増えている傾向です。ある中国人交換留学生は、日本で一番驚いたのが日本人の秩序だと言いました。彼はいくら混んでいても、日本人はエスカレーターに乗ると動く人と立ち止まる人にきちんと分かれると言っていました。順番が一列に綺麗に並んでいるので、外国人が日本人を見た時、高学歴だと感じると言いました。また別のアメリカ人交換留学生は、道を教えてくれる親切さに驚いたそうです。彼は道を尋ねた時、その場所に連れて行ってくれて本当に驚きました。ほとんどの街の日本人は親切で丁寧なので、外国人観光客も多いようで好きなという。アメリカ人交換留学生は、電車で財布を忘れてしまったのですが、翌日忘れ物として届けられていて、本当に驚き、感謝しましたと、日本の市民意識に感心していました。日本は犯罪率の低い国として知られています。特に窃盗や強盗件数が非常に少ないので、安心して現金を持って歩けるのが魅力のようです。最近は日本の雑誌を通じてあるアメリカ人の読者投稿のお便りが伝えられ、ものすごく話題を集めました。
彼女のお便りは次のように始まりました。18年前、夫と私は結婚記念日の旅行先に東京を選びました。子供たちは大学を卒業し、夫と私は初めて一緒に旅行に行きましたが、その中でも多くの人がおすすめしていた築地市場が楽しみでした。夫と私は寿司が好きです。私たちは市場を訪れることができて嬉しかったですが、思ったより人が多く、私は夫とはぐれて道に迷ってしまいました。言葉のわからない土地で道に迷った上、日本で携帯電話が使えなかったので夫とは連絡が取れませんでした。夫と私は道に迷ったら泊まっている新宿のホテルで待ち合わせをすると決めていたので、駅まで歩いて行きました。しかし切符を買おうとした時に日本語が読めませんでした。自動券売機にはクレジットカードの欄がなく、駅員さんに聞いても言葉が通じず、とても不安で泣いてしまいました。その時、通りがかりのある若い日本人女性が戻ってきて英語で話しかけてくれました。彼女は私と一緒に券売機へ行き、新宿までのチケットの値段を教えてくれ、お金があるかどうか尋ねました。私が現金を持っていないことを知って、チケットを買ってくれ、また私が何かあった時のために備えて現金を少しくれました。一緒に改札を通り、彼女は電車が来るまで待ってくれました。私が聞き取れない英語でずっと話をしてくれました。彼女は泣かないで大丈夫、きっとご主人様に会えるよと言っているようでした。日本人は親切だと聞きました。しかし若いお嬢さんがチケットを買って、名前も知らない外国人観光客を電車に乗せてくれたのは素晴らしいとしか言いようがありません。夫と再会した後、私は彼女の名前や連絡先を聞かずに彼女と別れたことに気づきました。彼女は私の恩人でした。あの日私に親切に助けてくれたあなたに知らせるためにこのお便りを投稿します。あなたは私を絶望から救ってくれた神の天使です。私はあなたの親切を決して忘れません。本当にありがとうございます。困っている外国人に喜んで助けの手を差し伸べる日本人たち、これからも日本人の親切と思いやりが世の中をさらに温かくしてくれるでしょう。次ももっと充実した面白いニュースで会いに来ます。ご視聴いただきありがとうございます。